働く一家は、1938年に発表された、徳永正の小説及び1939年の映画化作品である。1941年版の表紙書室は、雑誌、自由の1937年8月号。その後短編集、働く一家に収録される。映画化の後、収録作品をいくつか入れ替え、桜井書店版が刊行されている。 この桜井書店版は1946年に再版された。1948年には収録作品をいくつか差し替えて新調文庫として刊行されている。中島健三は1937年7月の放置新聞の文芸辞表でこの作品を取り上げ、どうにもならない生活苦に対する少年の犯行とその犯行が要因に通らない定義が、 例の通り極めて着実な書き方でビシビシと盛られている。私はこの小説を今月第一の作として押すと評した。坂口安吾は桜井書店版の再版を読んで1947年発表の通俗と変貌とと題するエッセイで、これもやっぱり読み物だ。読まれることは当然なのだがそれを文学だと思ってはいけない。 投票した1939年3月11日に日本劇場で公開された日本映画。制作は東方映画、モノクロ、上映時間は65分。映画の一場面、書評、ありがとうございます。